アーロン・スティーブン・ラフィーは、アメリカ合衆国、メリーランド州、アリゲーニー・軍看カンバーランド出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。高校を卒業後、一時は、バージニア工科大学への進学話が進んでいたが、2003年の MLB ドラフト16巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名され、7月1日に契約を結んだ。契約後、 参加のアパラジアンリーグのルーキー級、バーリントンインディアンスで、プロデビュー。先発4試合を含む9試合に登板して3勝1敗、34回で46奪三振の成績を上げた。2004年は、A、A-9、マホニングバレースクラッパーズで8試合に、先発登板して3勝1敗、防御率1.2430奪三振、A 級。 レイクカウンティキャプテンズでも19試合に登板して3勝7敗、防御率6.5369奪三振の成績を残した。2005年は A 級、レイクカウンティで142回1、3を投げて7勝7敗、防御率3.2269奪三振の成績を残した。A 級、アクロニアロズでも1試合で登板。5回を投げて2失点。 6奪三振で勝利を挙げた。2006年は、A 級キンストンインディアンスで10試合に登板して4勝1敗、防御率2.1824奪三振の成績を挙げ、A 級アクロンでも19試合に登板して8勝3敗、防御率3.5361奪三振の成績を残した。2007年は、A 級アクロンで6試合に先発して4勝1敗、 防御率2.31、トリプル A 級、バッファロー・バイソンズでも7勝3敗、防御率3.28の成績を上げた後、メジャー初昇格を果たした。同年8月4日のミネソタツインズ戦で、メジャーデビューを果たした。2度目の先発となった8月9日、ホワイトソックス戦でメジャー初勝利を挙げた。8月10日に、トリプル A 級バッファローに戻されたが、25日に、 再昇格した。2008年は、スプリングトレーニングで、ローテーションの5番手を、クリフリーと争ったが敗れて、トリプル A 級バッファローに送られた。その後、ジェイク・ウェストブルックが負傷したことから、昇格。5月には、34イニングを投げて3勝2敗、防御率0.79の成績を上げて、アメリカンリーグのルーキー・オブ・ザ・マンスに選ばれた。 2011年3月2日にトレードで、シアトル・マリナーズへ移籍した。マリナーズでは42回に3を投げて、防御率4.01だった。8月17日に、ディエフェとなった。ヤンキース時代2011年8月19日に、ウェーバー工事を経て、ニューヨーク・ヤンキースに獲得され、翌日のツインズ戦で移籍後初登板した。 その翌日に、アレックス・ロドリゲスが復帰するため、ディエフェとなったが、9月のロースター枠拡大にあたり、再昇格して、リリーフを務めた。2011年10月11日に、ウェーバー工事を経て、カンザスシティロイヤルズへ移籍したが、1試合も登板する、ことなく、12月12日に自由契約となった。12月30日に、トロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。 2012年は、参加のトリプル A 級ラスベガスフフィィテワンズで開幕を迎え、11試合に登板。3勝5敗、防御率4.52だった。6月13日にメジャー昇格した。この年は22試合に登板し、4勝6敗、防御率4.56だった。10月10日に FA となった。 2012年12月27日にニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ2013年4月6日にメジャー賞を獲得4試合に登板して防御率7.20の成績を残した4月21日にディエフェとなった2013年4月23日にウェーバー工事を経てブルージェイズに復帰ジョシュ・ジョンソンの故障離脱に伴い 即、ロースター入り。4月26日のヤンキース戦では、その、ジョンソンの先発ローテーションの穴を埋める形で、初登板にした。同日に、ディエフェとなり、4月28日に、参加のトリプル A 級バッファローへ降格後、翌29日に、FA となった。2013年4月30日にロサンゼルスドジャースと、マイナー契約を結んだ。 参加のトリプル A 級アルバカーキアイソトープスでプレーし、12試合に登板して4勝3敗、防御率5.6129奪三振の成績を残した。7月2日に FA となった。2013年7月11日に、ミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結んだ。参加のトリプル A 級ナッシュビルサウンズでプレーし、11試合に、 先発登板して2勝5敗、防御率7.2526奪三振の成績を残した。11月5日に FA となった。2014年1月23日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだが、3月24日に自由契約となった。3月29日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。 参加のトリプル A 級シラキュースチーフスでプレーし、25試合に登板して12勝6敗、防御率3.6791奪三振の成績を残した。2014年11月19日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結んだ。2015年は開幕から参加のトリプル A 級アルバカーキでプレーし、7月10日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。当日のアトランタブレーブス戦の4回から投板し2回、1、3を投げ、被安打4、基本塁打1、失点3であったが、チームが勝っている状態で降板したこと、先発のゴンザレスヘルメンが3回で降板していたことで、ラフィーが、救援投手の中で、最も投球回数が多かったことが考慮され、勝利投手となった。 翌11日に DF となり、13日にマイナー契約でトリプル A 級アルバカーキに移動した。7月28日に再びメジャー契約を結んで昇格した。8月1日に再び DF となり、4日にマイナー契約でトリプル A 級アルバカーキに移動した。10月14日に FA となった。11月に第1回。 WBSC プレミア12にアメリカ合衆国代表として出場。2015年12月18日にナショナルズとマイナー契約を結んだ。2016年はトリプル A 級シラキュースでプレーし29試合に登板して6勝6敗、防御率3.8268奪三振の成績を残した。オフの11月7日に FA となった。 2017年4月3日に独立リーグアトランティックリーグのサマセットペートリオッツと契約した。3試合に先発登板して1勝1敗、防御率2.65を15奪三振の成績を残した。2017年5月15日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、3カのトリプル A ウリのシズへ配属された。オフに FA になった。 2018年にニューヨークメッツとマイナー契約を結び、参加のトリプル A 級のラスベガス 51S に配属されたが、6月6日の試合で3回14、失点と打ち込まれ、試合後に引退を表明した。持ち玉にスライダーとチェンジアップを持っている。ありがとうございます。